おはようございます。3月30日第585回午後なんかはアニマルラジオになります。ちょっと天気が良すぎて反射がね、いいんで、カメラの持ち手をちょっと考えながらやっています。まあこっちも久しぶりにね、キボシヌマガメの、メスですね、ワイルドの、飼い込みの個体なんですけど、なんかちょっと成長線が出てきた気がするんで、まだ伸びそうですね。そして、この個体の気に入りどころっていうとね、このすごい高高なところですよね。なんかアメ箱みたいな、アメ箱の甲羅が低いやつぐらいの、感じの、甲羅があって、そしてかつね、顔もメスなんですけど、いかついですよね。いや本当ね、ワイルドが来なくなっちゃってね、あれなんですけど、当時来てた時は何とも思わなかったんですけど、今見るとね、すごいいいカメだなっていう、本当ね、いなくなったら欲しがる典型的な良くないパターンなんですけど、流行り物も追っかけたりね、そういういなくなったら欲しくなったりするっていう、よろしくない傾向はあるんですけど、でも、実際ちゃんとよく見てみるっていうことがね、できるようになるっていうのはね、そういう時なのかもしれないです。どうしてもね、先入観っていうのがすごい多くて、前話したビルムハコガメの時もね、ただのマレーハコガメでしょって言ってる人がいたような時もあったんですけど、なんかそうじゃないよねって。じゃあなんで僕たちがこの趣味が熱くなっているのかっていうと、やっぱり今回ちょっとそのロカリティものが入ってきたりしているのを見たりして、やっぱり他と違うもの、珍しいものっていうのをね、追っかけてしまう傾向がね、どうしてもあると思うんですよね。そう考えると、やっぱりそこをね、見るためにね、知識が増えないとまずそういうところに気がつかないし、あとはやっぱりね、その辺をね、楽しめるっていうのはね、その人それぞれのね、熱量だと思うんですよね。正直言って、でヨーロッパのマガメどれでも一緒でしょうって言っちゃえばね、全然あれなんですけど、じゃあワイルドと CB で多分見た目全然違うよねって話になると思うんですよね。まずこれワイルドだなっていう感じなんですけど、でそう考えるとね、ワイルドと CB でも違う、これは結構ね言われてる、ドロガメ、匂いガメの時もねそうだったし、今アメ箱でもね、やっぱワイルドものが出てくるとちょっと高かったり、キボシもそうですよね、したりしています。ただ隣国に行くとね、CB の方が買いやすくてっていう話になってみたりするので、じゃあ一概に何がねベストなのかっていうと、この国々によっても考え方が違ってきたりしてね、価値がね、の見出し方が違ってきたりするんでね、非常に面白いなと思っています。なのでね、ワイルド好きな日本人っていう感じで考えると、キボシヌマガメなんかはね、ワイルドで来た時は本当に天国だったのかもしれないです。本当は種親で使ってるよっていう写真を載せてるお店さんとか見るとね、やっぱりすごい個体を種親にして撮ってる方ね、ブリダさんもそうですしね、写真見せてもらうと本当すごいの、いっぱい持ってらっしゃるんですよね。そういう時にね、好きでやっていた人っていうのはね、本当にやっぱりそこからちゃんと自分が好きでっていうのでね、見ていたっていうのはね、素晴らしいことだと思っていますので、そのうちをつなげていただいてね、 CB でちょっと少しでもね、迫力がある個体、綺麗な個体っていうのができたら、面白いんじゃないかなと思ったりしています。なのでね、今日はまたキボシヌマガメ、ヨーロッパヌマガメのワイルドのね、ダルトを載せさせてもらいましたが、どこ産地なのかとか全くわからないんでね、詳しい人がいれば、これは多分あれだよっていうのをね、また言ってもらえれば、一応なんかウクライナから出てるワイルドじゃないかなっていう話だったんですよね。ただそれ以上のことはやっぱりわからないので難しいなと思っています。特にヨーロッパのマガメね、集まってくるのがそこなだけであって、違う個体群が混ざっていたりとか、亜種がね混ざってたりとかっていうのがいろいろあるって話も聞きますので、そう考えると非常に難しいなっていうのは思うんですよね。なので基本的には手に入ったね、カメを大事に飼育していくっていうのをやっていくしかないのかなとは思っています。多分いろんなところにまだね、ヨーロッパヌマガメのね、ワイルドが眠ってると思うんでね、もし譲っていただける人がいたら、ワイルドの巣が欲しいなって思っています。それは冗談にしてもね、そんな感じなんでね、いいカメを探すっていうのはね、とても楽しいことだと思っています。
今週は僕はのんびりできる週で、まあ、今日はサッカーを見てゆっくりして、明日もちょっとのんびりして、ちょっとでも腰を良くなるようにね。で、一週超えて、問屋さん展示会とビッグサイトがあって、その次の週に仙台っていうね、なかなかハードなスケジュールの、2週間がやってきます。正直恐ろしいなと思っているんですけどね。まあ、腰痛がもっとひどくならないようにちょっとうまく抑えながらね、乗り越えていきたいと考えています。まあ、亀探しもね、最近はそんなにしてないんですけど、まあ、ちょこちょことやっぱりそれでもね、お話をいただいて、あ、話をいただいたら買ってしまうし、あとは面白いものを見つけるとね、どうしても問い合わせてしまうという悪い癖があって、まあ、実際ね、今2匹まだ頼んでしまいました。まあ、僕にとっては魅力的すぎるのと、前からちょっとその存在を知っていたんですけどね、それが入ってくるとは思っていなかったというね、感動的な、ね、亀がね、来ることになると思いますので、まあ、それはね、追ってまたご紹介させていただけたらいいのかなと思っています。まあ、多分、ね、多少のグレードの差はあるんでね、すごいいい個体をね、抜けるような立場だったらよかったんですけど、そういう感じじゃないんでね、まあ、いい個体が来てくれることだけを願う。まあ、別にそうじゃなくてもね、それはそれで楽しめるのかなと思ったりしています。まあ、なんせやっぱりね、輸入があると活気づくっていうのが間違いないところで、まあ、楽しんでね、亀を飼育するのにあたってはやっぱりね、新しい亀をね、導入するということもね、一つの楽しみだと思っています。なんでね、どんどん、まあ、そうすると亀がどんどん大きくなっていくっていうね、場所がなくなるっていうね、あれもあるんですけど、まあ、そこはね、ちょっと考えながらうまくやっていけたらいいのかなと思っています。今日明日はなんかすごい気温が高いということで、25度ぐらいまでなるということなんでね、なんかまあ、おそらくまだそのぐらいの気温だと大丈夫だと思うんですけど、バスキングをさせるっていう方で直射日光をね、ずっと当たり続けると危ない可能性がありますんでね、まあ、まだ基本的にはおそらくいけるとは思うんですけど、まあ、無理なく、しっかり目が届くところ、そして亀がね、隠れる場所を作ってあげる、まあ、水場を作ってあげたりね、あとは、まあ、完全に日陰があるとね、すごいベストですよね。ただ、亀もね、バスキングしたい時としたくない時があると思うんですよね。で、していても、もういいやと思った時に、逃げれなくなってしまう。で、それでかつ暑すぎるとね、まあ、調子を崩すだけじゃなくて、命をね、オーバーヒートは本当に命を奪ってしまうのでね。まあ、亀のね、バスキングをしましたっていうのをよく見ながらちょっと怖いなと、慣れてる人でもたまに失敗してしまうのはね、見ていますので、まあ、ほんとそこだけは気をつけてね、亀が死んでしまうっていうのはね、一番良くないことだと思います。まあ、多頭飼いしてね、例えばじゃあ尾っぽ噛まれちゃって尾っぽがこういう風になくなっちゃったとかね、指先爪飛んだとかね、そういうのはね、まあ嫌ですけど、でもそれだとまだ命はあって繁殖にも使えるしね、飼育することはできるんですけど、オーバーヒートはね、確実に命を奪ってしまいますので、本当にね、大事な亀をね、飼育することができなくなってしまうっていう、ね、一番良くない状況に陥ることなので、これからの時期ね、また多分 X の方でね、オーバーヒートさせて殺してしまいましたっていう投稿を見ないといけないことになってしまうとは思うんですけど、少しでもね、それが減るようにちょっと、まあ、こういう感じでね、声かけをしていけたらいいのかなと思っています。バスキングさせるならね、日陰を作る、もしくは室内でね、紫外線の蛍光灯だったり、今はね、優秀なLED も出てきたっていう話なんでね、そういうものを使いながらね、バスキングをうまくやるっていうことを考えてあげた方が、結果的にね、生き物のため、そして生き物の健康のためになるんじゃないかなと、思っています。なんで気をつけて、暖かい日をね、過ごしてください。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。